了解します。2026年の開業を目指しているクアラルンプールシンガポール高速鉄道計画。路線距離は375キロで、この高速鉄道が完成すると、これまで道路で5時間、在来線で7時間かかっていた2つの都市の行き来が、わずか90分程度に短縮される見込みです。中国、フランス、韓国などが、この高速鉄道計画への参画に興味を示している中、石井国土交通大臣は、先日、シンガポールとマレーシアに出張し、日本の新幹線を導入するようにトップセールスを実施しました。石井大臣は、シンガポールで行われたシンポジウムの中で、1964年の開通以来事故がなく、遅延時間も都市平均1分未満であることを説明し、さらに、新幹線の技術が、シンガポール国内の既存の、列車やバス、タクシーやシェア自転車などへの移転も可能であり、質の高い交通情報網の整備が可能になる点を強調しています。国際入札が、今年の年末にも開始される予定であることから、石井大臣の訪問はシンガポールでも注目されており、関連記事には、日本の落札を願う声が続出していましたので、その一部をご紹介します。今回の動画の関連情報は、下の説明文内のリンクからご覧ください。